はようございます、テクタンです。シンデレラフェスも終わり、昨日から限定ガシャが始まりました。開運導く新春初詣ガシャ、はい、ということでね、ということで限定アイドル3人と新アイドル1人の追加になります。見ていきましょう、アイドル詳細。限定アイドルの高藤佳子ちゃん、特技は12秒ごと高確率で少しの間直前に発動した他アイドルとの、何これ、センター効果ライブクリア時特別放入報酬を追加で獲得、これってもしかして新しい特技とかセンター効果ということでね、かこちゃんが手に特賞、何の福引きかな、なんか持ってるやつです。で、振り袖着てね。そしてもう一人の SS レアはかなこ、かなこはライフ系ね、高確率で少しの間ライフ値が多いほどコンボボーナスアップ、あー、これも見たことないかもしれない、ほう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 。そして、Sレアがニナ、ニューイヤーニナ、コンボボーナス 10% アップ、パーフェクトでライフ1アップ1回復、これがなんて言うんやったっけ、オールラウンドやったかな。工場 SS レアのことかちゃんと同じ特技だと思います。では特訓後も見ましょう。過去がね、すごい綺麗な衣装にね変わってるよね。こう和テイストですごい華やかな衣装になっております。で、かなこは、かなこのこの衣装かわいいよね。こう和でありながらメイドっていうこの複合技、これ考えた人ちょっと天才やと思う。この衣装はちょっと眺めたい。そしてニナが、羊になってる。今年犬年ないけどなんで羊なんやろ。Sレアやからね、Sレアやからこの衣装見れへんからな、ライブの時にな。そして新アイドルが音倉ゆうきちゃん、ということで今は普通の服着てるね。高確率でしばらくの間パーフェクトのスコア 15% アップ。そして、特訓すると花笠の芸達者ということでね、ゆうきちゃんも同じように和の服を着ております。すごいピンクでね、花柄で可愛くて、頭のヘアアクセサリーって言えばいいの、それもすっごい大きい花がついてて可愛い衣装よね。はい、ということで、こちらのガシャをね、1日1回無料、こちらがまだ続いているということで引いていきたいと思います。まあもう無料なんでね、自分で汗水流して貯めた10連っていう、そういうやつじゃないので、ちょっと気楽な気持ちでやっぱり引いていきましょう。今日は時々当てる段数調整はなしでちょっと行ってみましょう。まずはロードガールかを注目、ある割と遅い、なんでなんで、あ、でも青か、 Sレア新規が多いとかそういうのかな。じゃあ開けましょう。別に多いわけでもない。多いわけでもない。若干期待したやん。ランコ、トキコさん。でも、とりあえずニューってことやからね。かい。あ！ニューやん。Sレアを持ってたけど。それのロードかしら。でも Sレアもニューだと嬉しいやんけどね。ハル。サイヤーン。で、その次ね。で、トモエン。で、その次、とりあえず S レア1枚目。おお、トトキン。S レアではニューやん。スイートバレンタイン、トトキ、アイリー。ということでね。パッションタイプやけど、ピンクの衣装をまとっています。衣装というか、私服か。に、エプロンね。セクシー。で、バレンタインね。なんか作画がちょっと、作画がちょっとなんか昔の絵って感じよね。初期の頃
って言えばいいんかな。最近ちょっとなんか目がキラキラしてる作画になってるよね。そうか、トドキンか。ヨリコさん2枚目、これニューがとりあえずこう来て、で次のエスレアはどう？うん、春のエスレア持ってないぞ私。疾風のストライカー雪春、なんかちょっとコナンのタイトルみたいな、疾風のストライカー、名探偵コナン疾風のストライカーみたいな。わかる？わかる？これどういう状況なんやろ。公園の柵乗り越える感じかな。へそちら、へそ見えてんけど、腹ちらか。いや、へそ見えてるか。ちょっと気をつけなさいよ、女の子なんだから。ということで、すごい スポーティーなね、ボーイッシュな、私服のはるちゃんでした。エスレアがね、新規で2枚来てくれたのは、すごく嬉しい。まず、トトキンから見ていこう。トトキン、パーフェクトスコアアップ。お、ソロバージョンあるって思ったけど、私トトキンの SS レア持ってるんやった。普通に持ってるんやった。ほう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 。そしてハルは、グレートナイスをパーフェクトにするやつ。するやつ、特技名分かってないけど、はい。ということで、新規 S レアが2つ来たのでね、無料としてはいい方なのではないでしょうか。最近アイドルがね、もう増えてきたよね。皆さんどうしてます？アイドル増えたら、この所属アイドルね、もうパンパンでどないしようみたいなところなんやけど、皆さんは数増やしてますか？それとも所属アイドルをその女子寮に入れてますか？寮も1個しか持ってなくてさ、どうしたもんだかっていう感じで、最近はもう2枚以上出たエスレアは特訓にちょっと使ってる感じですね。特技が、まさか特技のレベルアップ率が、レアと合成することによって上がるということを私知らずに、そんな感じで特訓にも使ったりしているわけなのですが、はい。ということで、今日はもうシンデレラフェスも終わって、通常の、排出率に変わったということで、まあ、S レアはね、SS レアは出なかったんですが、まあ、バッチリ S レアがね、2人、ニューの S レアが来てくれたので、まあ、それはそれでね、バンバン剤ということで、まあ、今回の、あと3日ぐらい、あと、今日5日か、じゃああと6日と7日の、あと2日間無料が、残っているんですが、それで狙うは、私はこのニナを狙っています。 S レアのニナね。 SS レアはさすがに出ないと思ってるので、も S レアのニナを狙っております。やってきてね。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いします。それではご視聴していただきありがとうございました。